介と、はい、OK ですね、大丈夫ですか。さあ、自己紹介と歌い、うるせえだ、この野郎。さあ、自己紹介と歌う歌と出身ね、まあ、今日遠くから来たっていう場合には言っていただければと思いますので、お願いします。はい、大阪府出身ですが東京から来ました、アテラの西岡美咲です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、歌わせていただく曲はスマイレージさんの宇宙天ラブという曲をやらせていただきます。知ってる方はぜひ一緒に盛り上がってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、大阪から来ました天空オンパレードというアイドルグループのリーダーをやってますエイリーこと竹下エイリーです。歌わせていただく曲は SKE48 さんの片思いファイナリーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、ピンクベイビーズの佐藤琴乃です。今日はジュディ&マリーさんのそばかすを歌わせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、エアリーセンスの、あ、間違えた、熊本県から来ましたエアリーセンスの愛です。今日歌わせていただく曲はキュートさんのクレイジー完全な大人です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、神奈川県から来ましたピンクベイビーズの鈴木千夏です。はい、今日は AKB48 さんの365日の紙飛行機を歌わせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、東京から来ましたお願いプラスチックの塚原ひゆです。歌わせていただきますのはスーパーセルさんの君の知らない物語です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。京都府から来ましたパナッシュの純奈です。歌う曲はキュートさんの次の角を曲がれです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、神奈川県から来ました巡り合いのミスタこと岡崎美里です。歌う歌はキュートさんの都会子純情です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、以上のメンバーで審判に戦っていただきますので、はい、トップバッターの方以外は準備の方に入ってください。よろしくお願いします。
決勝の時のフルの曲をどうしても歌いたいので、うん、お願いします。はい、よろしくお願いします。では結果の方お待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったよかった。かっこいい。
突然立ち上がりた今夜星を見るとたまにはいよ言うんだねなんでみんな自然で笑うの
ここから上位2人が決勝に進出いたしますので、はい、その発表をですね、審査員の宇多田さんにお願いしたいと思います。お願いします。はい、それでは1位の方から発表をお願いいたします。はい、それでは第1位を発表させていただきます。あ、なしですか。第1位、岡崎美里、めぐり合い。おめでとうございます。来ました、来ました。ありがとうございます。1位ですよ。はい、もう本当にもう控室とかいる時も皆さんも歌もダンスも、うん、うまくて本当におじけづいてたんですけども、はい、もう本当に皆さんのおかげで、はぁ、って感じです。そうだね、だって1回優勝してるんですね。そうですね、去年の時。さすがということで、貫禄で。前回がね、前回というか昨日がね、そうですね、ちょっと悔いが残ったので、はい、決勝ではまた曲も変えたいと思うので、はい、アイドルらしいステージにできたらいいなと思います。はい、はい、本当にありがとうございました。はい、おめでとうございます。決勝も頑張ってください。さあ、まだ2位の方がまたいますので、はい、2位の方の発表お願いいたします。はい、それでは第2位を発表させていただきます。第2位、純奈、パナッシュ。おめでとうございます。京都から来ましたね。ありましたね。ありました。昨日のね、タンが効きましたね。昨日のお昼に食べたタンのおかげで頑張れました。皆さんありがとうございます。タンも食べて、観光もできて、ね、決勝も行けて、あと優勝するだけよ。もう、うわー、頑張りますよ。頑張ってね、ありがとうございます。あ、よかったですね。はい、じゃあもう決勝も頑張ってください。おめでとうございます。さあ、というわけで C ブロックからは以上の2人が決勝に進出いたしますので、皆さん応援してあげてください。ありがとうございました。ありがとうございました。